ウォルデマール・モーデッガイ・ウォルフ・ハーフ・カインは、旧ロシア帝国の細菌学者で、後に、フランス人として帰化した。フランスのパリのパスツール研究所において、高コレラワクチンを開発し、事故の体で治験を行って以来、インドにおいて成功裏に収めた。コレラと、センペストのワクチンを開発して使用した、世界初の微生物学者でもある。人類の救世主とジョゼフ・リスター卿は言っている。 当時のヨーロッパの科学学校に従事した、ウクライナ出身のユダヤ系人は、ヒンドゥー教徒とイスラム教徒の命を救ったとして、ウィリアム一世とアルフレッド大王の子孫によって、受け継がれ、1897年に、ビクトリア女王から、インド帝国勲章を授与されている。ウラジミール・アーロノビッチ・モルデカイ・ウルフチャブキンは、アーロンとロザリーの5人の子供のうちの4人目の、ウクライナ人として生まれ、 オデッサ、ベルジャンシク、サンクトペテルブルグで教育を受ける。オデッサにおいてユダヤ防衛同盟のメンバーでもあった。ポグロムで負傷して逮捕されたが、生物学者のイリア・メチニコフにより釈放されている。皇帝アレクサンドル二世の暗殺によって、知識階層の取り締まりが背景にあった。1879年から1883年の間イリア・メチニコフに支持していた。 1882年から1888年において、オデッサの動物博物館に勤務していた。当時、ユダヤ人であったため1888年には、教授職を追放され、後に、スイスへ移住して、ジュネーブ大学で働いた。1889年には、パリに設立された、パスツール研究所において、メチニコムトルイパスツールの下で、 唯一の師匠として働いた。イリア・メチニコフの指導の下オデッサ大学と後のパリのパスツール研究所で、原生生物学者としてのキャリアを積み、初期には、緑虫やゾウリムシなどの原生生物と、ゾウリムシの寄生性肝菌であるホロスポラ属に関する研究で1980年初頭には、実用的な細菌学の研究に注視していた。夕暮れなものコーキニア属は、 ハフカインの夕暮れなもの初期の研究にちなんで名付けられ、キリル文字からマルドチェ・ウォール・ダマーク・ホーキンとして翻訳された著者名でフランスの雑誌に最初に掲載されている。これらワクチンの開発に集中していた当時、弱毒化した細菌を生産した。1892年7月18日に自身による知見を行い生物学会に報告している。当時、 エピデミック中のインド植民地では数十万人が死亡しており、ワクチンのフィールドテストというアイデアを英国大使としてパリに在住していたダッフェリン公爵とアバ公爵を通じてイギリスで許認可を得てから1893年にインドへ渡航している。1896年バイカに研究所を設立、後にパレルに移りハフカイン研究所に移り変わってペストの研究に取り組み、 1902年には350万人に接種を行った。1902年10月30日、マルコワルで接種された107人中19人は、破傷風で死亡している。そのため一時的にワクチンの接種は中断された。カルカッタにおいて、生物学の研究所の所長に再任されている。1915年には引退し、マラリアに感染してしまったため、 フランスに帰国している。1920年代に、破傷風やジフテリアに走行するワクチンとは別に、センペストにまつわる免疫学的な理論は確立されておらず、1896年10月、ボンベイでエピデミックが発生した際には、政府から助成を受けて、グラントメディカルカレッジの仮設研究所でワクチンの開発に着手した。 1897年1月10日に自ら治験に挑むと同時に開発されたワクチンは、バイカラ刑務所内のボランティアに接種され、生存者の他に対象群の受刑者7人が死亡したことを受けて、初期のワクチンは副作用を伴って50%リスクが減少したとしている。1898年旧ロシア帝国でこれらが発生し、 ハフキンのリンパ液と呼ばれるワクチンが数千人の命を救ったとされている。一方で、インドでは400万人の接種に達していた。ボンベイのペスト研究所の所長を務めた。1900年には、エディンバラ大学でキャメロン賞を受賞した。毒性のある培養物を摂取60度で滅菌することで弱毒化した予防のためのワクチンを最初に作成した。しかし、 敗戦ペストに対する効果には限界があった。1898年オスマン帝国のパレスチナにユダヤ人を定住させようとアブデュルハミト2世国王に率いるアーガーファーム3世にアプローチしている。しかしこの計画は失敗に終わっている。1902年インドの村人19人がワクチン接種後に破傷風で死亡したことから起訴されて公職から追放され、 イギリスに帰国している。ユダヤ人を背景とした宗教を思い起こさせるものとして公式にされなく、リスター研究所が再調査した結果、助手が汚れたボトルキャップを滅菌せずに使用したことにあった。1907年7月に、ロナルド・ロスや RFC ・リース、ウィリアム・ R ・スミス、サイモン・フレクスナーなどの署名により無罪判決とつながった。 これらワクチン接種の事件に関連するインド内務省の公的情報はハフカインの日記とともにマイクロフィルムに収められ、米国メリーランド州ベセスダの国立医学図書館で公開されている。ハーフキン音源1964、スタンプ・オブ・インデア1914年に引退するまで、ボンベイでのポストを退き、後にカルカッタに移り研究を行っていた。フランスに戻り、 教団に着いた後スイスのローザンヌで人生最後の年を過ごしている。数々の栄誉と賞を受賞している。1960年代に生誕100周年を記念してイスラエルにハフカイン公演が設立されている。セルマン・アブラハム・ワックスマンの伝記の中でハフカインは人生最後に宗教に没頭したと説明している。またメッセージも残している。 1929年とヨーロッパで、ユダヤ人の教育を促進するため、ハフカイン財団を設立した。プリーデジーズ2014、ソシエテティス・エティ・ディス・ジイ・ヴエス・オエティ・ディス・エティ・ディス・ジイ・ヴエス・オエティ・ディス・エティ・ディス・ジイ・ヴエス・ドット・オ・ジ。 アクセスト11ディセンバー2020ありがとうございます。